おはようございます、陽介です。いやー、買っちゃいました。来ました。やっと来ましたよ。はい、こちらです。ダン。デリカ D5。納車いたしました。こちらのデリカの方ですけども、年式は平成19年式です。で、距離の方が12万キロ。お値段なんと43万円。まあこれをね、安いと取るか高いと取るかは人それぞれなんですけども、まあ何分古い車なので至るところにまあね、ちょっとダメなポイントというか、そういうのが結構やっぱあります。はい。まあそれもね、納得の上で、まあ、買ってるので、まあ、これからねちょっとずついじって直していきたいと思っております。これからねデリカ、買おうかなって思ってる人、まあ、なるべく安く買いたいなって思ってる人で、実際40万円台50万円台であるんですけども、まあ、どんな感じなのかなっていうのをね、まあ、車によってはもちろん違うんですけども、まあ、安いからには訳がある。なんで僕の車はこんなに安いのかなっていうところをねちょっと見せていきたいと思います。はい。まあね、パッと見は綺麗なんですよ。パッと見はね、パッと見は綺麗なんですけど、まあ、ちょっと磨いてはもらいましたけど、やっぱりね、くすみというかヘッドライトもくすみがあったりとかで、至る所にやっぱ小傷、ね、傷がすごいです。ボディの方はで、まあ、もちろんホイールの方 もう傷だらけですし、でこういうとこね、こういうとこ傷、ちょっと光っててちょっと見にくいかもしれないですけども、傷があったりとか、ね、この方のホイールなんかもがっつりですね。でここも行っちゃってますけど、ちょっとここが今パカパカしてます。で裏にぐるっと回るとちょっともう色がねちょっとくすんできてたりとかして、あとはどう、まあ、こういうとこのねちょっとした日々というか劣化というか、そういうのもありますよね、うん。まあ、ボディの、まあ、傷とかに関しては、大きな傷に関しては、まあ、こういうところでちょこちょこある感じ でこっち側なんかはね、ここら辺はがっつりいってますけども、はい、こんな感じです。でまあもちろんね、このワイパーブレードもちょっと白っぽくなってて、まあ、実際ここでちょっと、ね、さっき磨いたんですけども、あの100均のねあのツヤが出るあのシートで磨いたんですけども、ここもちょっとやっぱ白っぽくなってました。あと触ってはないですけども、やっぱりあれかな、こういうゴムのとこの劣化とかは多分あると思いますね。そんな感じです。それではちょっと内装の方行ってみましょうか。ちょっと荷物が乗ってるのでごちゃごちゃはしてはいるんですけども、まあ汚いですよやっぱり。ほら、こういうとことかね、黒っぽくなっちゃってて、まあここら辺は磨けば全然綺麗になると思うんで全然いいんですけど、デリカ特有のこれやっぱクッションのへたりが結構ひどくて、まあこれはちょっと中古で買えるかって、運転席だけシートがあればちょっと中古で買いたいなとは思うんですけども、それかこれを直せるあの業者があるようだったらば、ちょっと業者に頼んでみようかなとは思っております。はい。まあ、座布団でもいいかなとは思ってるんですけど、なんてちょっとねよく見るとそのスポンジのゴミみたいのがね結構ね落ちてきてるんですよね。でハンドル周りになると、ハンドル今ちょっとカバーもつけちゃいましたけど、これは前の車のお気に入りのハンドルカバーをそのまま使ってるので、まあちょっとボロボロですけども、まあ、これは気に入ってるので、このまま昔の車のやつを移植しました。で、あのそのままだとやっぱここら辺のね革のハンドルのところが、これがやっぱ擦れちゃってるというかくすみがあります。あとここのスイッチね、ここのスイッチに関してもやっぱ劣化しちゃってる。でこれは実は新しいやつをもうこのヤフオクで買ってるので、後でまた違う動画で、付け替えるところをね撮っていきたいなと思ってます。はい。で、これは100均で付けたんですけども、この下にはちょっと傷がありましたね。まあこういうところの傷はねやっぱどうしようもなくて、あとナビももちろん古いです。純正のやつですね、古いです。
あとここのところら辺の白っぽさが出ちゃってますね。はい、まあ、ここもあのシートを引いてもうごまかすつもりです。で後部座席ですけども、ちょっともうこいつが弱いんですよね。ほら、あれ今日ちょっとあれじゃねえか、え、機嫌が悪いですね。思いっきりグッと引っ張ってキュッとやんないと動かないっていう。あとここら辺も汚いでしょ。でこういうとこも汚いからこれも磨きます。はい、でこういう細かいところもやっぱ汚くなってますね。シートに関してもところどころやっぱりこのベージュのねシートなんで、ちょっとシミとかがねやっぱり目立ちますね。こういうとこにシミが結構あります。でまあ臭いものには蓋をしろということで、シートカバーをつけるので、まあこの辺はあんまり気にはしてないです。でこっち側の反対側来てもやっぱりこういう汚さですね。はい、こういうところもねちょっと汚いので、こういうところも汚いので磨いていきます。で内側ですよね、さっきちょっと離れてたんでこっち側から見てみると、まあこういうところもちょっと黒ずんでいたりとかするので、こういうのも磨いていきます。まあ、後ろもそうですね、ところどころ汚い部分がありますので、汚いところはもう磨きます。とにかく磨く、掃除、掃除あるのみです。後部座席のこの扉の、まあ、お店の人も言ってましたけども、ここのモーターがちょっとねやっぱり弱くなっちゃってるらしくて、まあいくらかかるのかわかんないですけども、ゆくゆくはね直していきたいなとは思っております。まあ閉まらないわけじゃないんでね、すぐにすぐっていうわけじゃないんですけど、ちょっと弱いですねやっぱり。で両サイドのね扉がそんな感じなので、ね、ここに自動扉がのスイッチがあるんですけど、もちろんね開くわけもなく、ガガガガガガガって言ってて開きません。はい、こっち側も開かないですね、開かないです。このくせね、でもね後部席のねこの後ろ側のここね開くんですよ。後ろねほら開くんですよ。多分そんな使わなかったから多分壊れてないんでしょうけどね。後ろは開きます。ちなみにあんまり詳しくないですけど一応映しておきます。まあエンジンのところはねこんな感じです。はい、そんな感じです。この先ねどんなトラブルがあるのかちょっと分かんないですけども、まあ自分でね納得して、買った車です。で自分の好きな車でもあります。ちょっとずつねいじってって綺麗にして大事にね乗ってあげたいなと思っております。憧れのデリカライフ、これから楽しんでいきたいと思います。もしねよかったらあのデリカ乗ってる方アドバイス待ってます。ここはこうやって直した方がいいよとか、ここはこうするとかっこいいぞとか、このパーツ使ってないからあげるよとか、もしそういうのありましたらぜひぜひコメントで教えてください。よろしくお願いします。以上です。それじゃあまたね。バイバイ。